はい、ギターリーグの解説動画第2弾ですね。前回はこのアンプ部分の基本的なところをやったんですけども、今回はこのコンポーネンツ、こちらからですね、エフェクトをちょっとかけてかっこよくしてみたいなと思います。まずですね、このコンポーネンツアクセスしていただいて、このカテゴライズをクリックします。そうするとですね、エフェクトの種類によってこう区分けされていますね。引き出しを開ける要領でクリックすると表示され、もう一度クリックすると戻るといった形。じゃあこれに何かエフェクトをかけていきたいと思うんですけども、忘れてましたね。まずサンプル聞いていただきます。こんな感じになっています。はい、こんな感じですね。では一旦ですね、これをソロにして音を作ってみたいと思います。まずそうですね、このギターちょっと奥行きが今ないので、ディレイ、こちらをかけて奥行きを作ってみましょう。まずこのサイケディレイ、いいですね、名前がいいです。ドラッグするとですね、このようにどこにドラッグするのか決められるんですね。黄色い線が入るので、そこは目印となります。で、任意の場所で離す、それでエフェクトが配置されます。で、実際にこれですね、サウンド聞いてみましょう。はい、完全にかかりすぎです。で、この場合ドライウェットとありますんで、エフェクトの場合大抵ドライウェットというつまみがついています。これはドライはかかる前の音、ウェットがかかった音なので、このバランスでですね、エフェクトの効果を調整していくといった形になります。じゃあ実際ちょっと今かかりすぎだったということで、ドライ側に振ることによって減音が大きくなって、ディレイの音が小さくなるといった形。あとはタイムですね、このやまびこが戻ってくる時間なんかを設定して、フィードバック、これは繰り返しの回数なので、これもちょっと少なめにしておきましょう。これでいってみます。タイムをちょっと設定して、ちょっと影がついた感じでいいですね。じゃあその次はですね、モジュレーション。こちらですね。ここからはですね、こう音を揺らしたりとか、音を二重に重ねてですね、厚みを出すなんかいった効果を得られるエフェクトが多いですね。有名なとこではこのフランジャー、フェイザーあたりじゃないでしょうか。そうですね。じゃあフェイザー行ってみましょう。これも欲しいところに裏側のドロップ、一番下に裏側のドロップしてですね、離します。こんな感じで入ります。基本的にこのエフェクトたちはですね、非常にシンプルに作られていて、つまみも少なめになっていますね。フェーザーですと、レート、デプス、カラー。じゃあこれで一回調整を入れてみたいと思います。ちょっとデプスが深いですね。レートも薄くかかるぐらいがちょうどいい。このカラーではですね、音色の感じ、耳にまずはまずその広域が強調されるので、明るい音になりますね。こんな形。もうちょっとだけ少なくしておきましょう。この際にですね、例えばこのディレイの前にフェーザーをかけたいとか、実際このギターリーグは上から音が流れますんで、このアンプ、ディレイ、そしてフェーザーという順番、これをですね、ドラッグすることで並び替えることができます。これでもサウンドが大きく変わる場合がありますので、ぜひですね、いろいろ試行錯誤して試してみていただきたいと思います。そしてですね、ギタリストにはこう欠かすことができないこのディストーション、ここからはですね、音を歪ませるものが配置されていますね。僕が使った演唱ではどれもかなり歪みますね。適当に入れてみましょう。まずじゃあこれビッグファズ、もうファズっていうだけあってかなり歪むじゃないでしょうか。一回聞いてみましょう。で、このファズのポイントはここのトーンかと。だいたい歪む感じはもう決まっていますんで、このトーンによって高音域を出したりとか低音域を出したりとかの音域調整が行えます。注意しなきゃいけないのは、これ左に行った時に高音域のようですね。フィルターみたいに。で、こういうファズとかこう歪み系を使う時の1個アドバイスがありまして、元々のアンプでも結構歪んでいるので、そちらを弱めて割とクリーンに近くしておく、これだけでも相当かかりが綺麗になりますんで、こちらも合わせて覚えておくといいんじゃないかなと。それではもう少しだけ調整入れさせてください。
かなり奇抜な音になりましたね。実際これで合わせて聞いてみましょう。この音ですね。今だと僕の好み的にはこのファズいらなかったなと。で、こういういらないものはですね、バイパスをクリックして消しておいてもいいんですけども、クリックして黄色で点灯させてデリートキーを押すことで削除が行えます。じゃあ実際これ気に入った音ができたとしますよね。で、この作った音をですね、他の曲に使い回したいとかいう時もありますので、音色ができた場合は保存しておくといいと思います。で、その保存方法なんですけども、こちらプリセットに戻ります。そしてですね、この右下セーブアズというものがありますので、こちらをクリックします。あとはですね、こう名前をつけます。例えばここはですね、マイセットとか入れておきましょうか。で、レーティング、これは前回やったこの星でお気に入りを示せるといったものですね。もちろん5つ星できます。そしてセーブを入れます。はい、マイセットというものですね、表示されますね。で、ここから検索も行えますし、レートもついてます。あとはこうユーザーというスタンプがついてますんで、こちらを目印に自分の音を探すのもありかと思いますね。このエフェクトはこんな感じでガンガンかけていっていただきたいんですけども、実はこれギターリグっていう名前からですね、ギターにかけなきゃいけないんじゃないかと思ってる方いるかもしれないんですけども、この面白い部分はですね、これピッチだったりとかスペシャル、このあたりでかなりエレクトロなサウンドを作ることができるんですね。ですので次回はですね、これらのエフェクトを使ってギター以外の音、例えばそうですね、ドラムなんかをいじって遊んでみようかなと思いますんで、楽しみにしていてください。それでは今回もどうもありがとうございました。